どうもこんにちは。今回はね、カスタムロビーから入れるこのディスカバーってやつで、なんかね、面白そうなやつやっていこうかなって感じですね。さあ、やっていきましょうか。すごいね、立体感がすげえや。おお、ぴょん、ぴょん。なんかこれトランポリンで行くのもったいないような感じすらするね。え、すごいすごいすごい。こういうとことか登れたりする？あ、いけるいけるいける。 あ、この辺まではいけるわ。すごいこれ。いいね、いろんなとこに。こういう矢印とかさ、こういうスピードのやつ、こう置いてあるのいいっすね。これどっから行くんだろう。あ、でもどこでも良さそうだね、これ。このまま落ちてさ。あ、この矢印のやつもさ、ちゃんと利用してるのいいっすね。どこまで飛ぶねー。 すごい、こっから見る景色絶景だね。すごい、なんかタイムマシンの中みたいじゃない？いや、入ったことないけどさ、このドラえもんのタイムマシンのあの世界みたい。スイッチ入ってるか。おお、いいね、いいね。こういうね、アトランダムな感じがいいんですよ。よいしょ。で、ここを、どこ行くんだ、これ。あれ、上？あ、ゴールあんじゃん、ゴール。えい。よし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 。あ、これゴールいくつかあるの？あれ？違う？そうだね、ゴールいくつかある感じだね。へえ。ああいうの飾りとしておいとくのもいいんすね。うわ、すっげえこれ。すげえや。天才か？いろんな、なんかいくつかルートもあるっぽいね。あれ、ちなみにゴールかどうか確かめようぜ。よいしょ。よいしょっと。どうする？スタート地点のやつだったら。はい、ゴール。あ、やっていきましょうか。スクールオブフィッシュ。お？あ、なんか、島とヤシの木みたいなやつがある。いけないんかい？おお、すごい。え、ちょっと待って。よーく見てて。せっかくだからさ、もうちょいよく観察しようぜ。せっかくだからちゃんと見たよな。すーげえ。イカと魚たちがたくさんいるよ。あ、クラゲみたいなやつもいる。すごい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 。たくさんいるね。色とりどりでいいっすよ、かなり。カラフル、カラフル。あ、で、この魚たちの上に登っていくのか。いいね。ちゃんとコースにもなるのか、魚たちが。あ、イカの上とか乗れちゃったりするのかな。これどこ行けばいい？意外と道になってる。意外とちゃんと道になってるのもすごいよね。すごい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 。で、ここ？こんないろんなやつあったっけ？ブロック！あ！よし、もらってきた。よいしょっと。あ、で、次は、あ、この円柱のやつを使ってさ、イカを表現して。これいいな、イカの表現。イカの表現めっちゃ良くない？このくね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 なってるし、道にもちゃんとなってる。で、このビヨーンってやつが口になってて、このトランポリンが目なんだ。いいね。で、こっちか。で、これクラゲゾーンだな。クラゲゾーンだ。なんかあそこにさ、スライムが滝みたいに流れてんのもいいっすね。おー。あ、こういう感じ？うい。あ、いやいやいや、あいや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 
けど、怖い、怖いね、これ。よいしょで、ここ、あっ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 、危ないね。よーし、よ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 し。いやー、めっちゃいいコース。おー、いいね。こっからの景色もいいっすね。ちゃんと眺められるの。で、うまいことやれば、あそこ登ってってさ、島、ヤシの木があるところで一休みなんかもできたりしますね。意味はないんですけどね。いいね、いいね。なんか体がボロボロのヘビに見えるね。ヘビの下のとこだ。あ、いいね。これ牙に使うのすごいわ。おお、ヘビに飲まれていく。食べられていく。自ら食べられていく。そして消化されていく。なんかあれだね。植物、植物じゃない、食物になった気分だ。ああ、流されてく。
いいねいいね、あそこで粉砕されていくんだな、きっと俺はこの体を粉砕されていくんだ。あーあーあーあ、でも下から行ける親切設計砕かれる、消化しやすい体になっちゃう、こっちから行けばいいな。よいしょ、地味に集中しないといけないっていうね、こっちの方が良さそう。これうんこになっちゃうんじゃない俺、大丈夫この後。うーん、よいしょ、非捕食者の気持ちが分かるいいコースでした。 OK、 さあやっていきましょうか。すごいね、2頭の2つの頭を持つ獣、青い獣。おお、これ爪っていうか左腕の部分だね。よいしょ、ツインヘッドブルーサウルスと名付けよう、こいつのことを。よいしょよいしょ、まずはこっちの腕登っていく感じが、多分反対側の腕の方に行くような感じだよね、雰囲気的に。よいしょ、 あそこ口になってら、すげえ。よいしょ、ういっ、あ何これ、よいしょ、あこれでいけんのね。いやーしゃしゃしゃ、青いから若干見づらいっすね。よいしょ、んこうね、よいしょ、えいで、ここをぴょーんとなんでだよ、なんで今ダメだった、いいだろ、よし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 、こっちかな、ぴょん、うーと危ないね。これ罠でしょ完全に。これ多分風圧激マックス強いやつだよね、裏からいけないもんね。これ結構行くのむずいんだよね、この強風タイプって。こうなあ、思った以上に風圧強いよこれ。よいしょ、こういう感じかな。風圧強すぎ問題。よいしょ、であっちではないよな、さすがに、ね、このね登るタイプ好き。おお、これどこ、 あれ尻尾の部分かな、尻尾の部分見たくね。よいしょよいしょ、あれ意外とルート、これどこ、これ尻尾だよね、尻尾の部分っぽい、ちゃんと観察しようぜ。ああすごい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 、これなんか降りたら戻ってこれなさそう、でも向こうは尻尾なんでしょう、ケツの部分だね。ああ見えた見えた見えた、この右手の奥、右腕の奥があれだ、ゴールっぽいね。でこれ右行くよね、右行くんだよな、これ頭の部分だね、ちょっと頭の部分行きたいな、余計なことばっかしたくなっちゃうね。おーすごい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 、これ頭の部分だ、顔だ顔、いいね。でここを、はあ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 、難しそうですね。あれこれそのまま行くもいいし、あそこのトランポリンだね次。じゃあ口の中かルートとしては関係ないんだね、口の中入んなくていいんだ。よいしょ、ああ結構ギリギリな感じ、はいはいはい、こういう感じかな。でギリギリジャンプかな、この端っこを、よいしょ、降りていいよね、降りていいはず。ぴょん。よいしょ。これ。パンチ？うわ、パンチ受けなくてよさそう。あれ、パンチ受けなくてよさそうな雰囲気出てる。こっちから D と言われてる気がする。よーし。で、ほい。おい、余計なことしてたから時間足りねえじゃねえかよ。ふざけんな。さてと戻ってきましたよと。よいしょ、こうか。で
こっち？うわ、これ怖っ。おお、いやだ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 、ここまで来たのに。またあそこに戻されちゃう。おい、カオス。で？ちょっと難しそうなのやめや。怖いよ。怖い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 。怖い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 。やだやだ。やだやだ。意外と早いね。よいしょ。よいしょ。これ怖くね？怖いよね。よし。よし。あっは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 っクソ心配なんだけど。え？いや、横だね、これ。横行くしかないんだね。行くしかないんだな、ここ。あー、よかった、よかった。あれ、もう戻んなきゃいけないのかと思った。あー、いいね。この画角、すごいんじゃないですか、ここ。で？いいね、こいつのビースト。ちゃんと躍動感待っていいっすね。この感じ、記念にパッチリ。で、これ最後、またなんか、神経使う。ふっ！よーし。それじゃあね、今回はここまでにしておきましょうか。またね、他の動画でもお会いいたしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ、またね。